ありがとうございます。ダンクさん、タモありがとうございます。他にもジェリーさん、リラックマー、コリラックマー、黄色い鳥、そしてまさきさん、星、シュガーキーさん、ありがとうございます。みーそーさん、あねみさん、プーチライムさん、ありがとうございます。はい、今回はですね、イベントに私は参加させていただいているんですけども、はい、このイベントの最終日、最終枠です。あー、ついに終わってしまう。わー、あっという間に、なんかすごくあっという間なね、なんかもう1週間が過ぎようとしていて、今日がその最後だと思うと、なんかすごく早く感じちゃうんですけど、今日もね、まさきさん、レインボースタータワー、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ドキドキ、ほんとドキドキします。ちょっとさ、忘れないように、これスクショだけちょっとプチッってさせていただきますね。いきます。これスクショしたらさ、カシャって音いってるんかな言ってたらね、シャッ、スクショです。あ、そしてまるさん、マサさん、マサ2000さん、勝田さん、みそさん、ありがとうございます。まさきさん、虹タワーありがとうございます。あ、聞こえてるんだ音。あ、カシャ、あ、じゃあ私が聞こえてる音もみんなも聞こえてるっていうことですね。あー、画期的現代って感じですねありがとうございます何のお礼だろうって感じですけど、はい、この1時間楽しい配信にしたいなと思っているので、よろしくお願いします。そしてちょっとお待ちください。一回充電をパチャって取ります。ちょっと、あ、揺らさないように取るのが難しい。あ、ちょっと揺れちゃいましたが、そう、今日は横にしてます。なんか横の方がみんなのコメントが結構見やすいので、ちょっと横にさせていただいているんですけども、この回はですね、今まで山べリサイタルでやってきましたが、まあ最後ということで、東京女子寮の曲で、楽しい東京女子寮の曲でね、こういろいろ締めれたらなって思っております。じゃあイヤホン、はい、私は今日は横だと時間が見えないけど、今日はちゃんと時間を置いてあるから大丈夫。今9時4分9時4分です。置いてあるから OK、 大丈夫ですあ、みそさん、タワー、くまちゃんタワー、ありがとうございます。くま、パタパタエンジェルタワー、ありがとうございます。忘れないように、カシャはい、カシャって言いましたね。え、ありがとうございます。みそさんもお送りさせていただきます。あ、みんな待ってました。待っててくれたんですか。それはめちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。東京女子寮の曲をたくさんたくさん歌っていきたいと思います。昨日リクエストで東京女子寮の曲でこれ歌ってっていうのもあったから、それもね、いっぱいできたらいいなっては思っております。でもやっぱ一発目は、最初はやっぱ楽しい曲でいきたいなと思うから、でもやっぱ今イベント中なので、ちょっとこれいこうかな。すごい久しぶりに歌いますね、ライブでもちょっと横だと指がピーって入っちゃいますね。あ、そして奈良チワワさん、ベベベベベ、あ、ベベ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 さん、ヒロさん、リンゴさん、ダンクさん、ヒックン、ありがとうございます。では最初はみんなでね、この曲で、この東京中の曲でみんなで気合を入れて、はい、1時間楽しく過ごせていけたらなって思います。それでは聴いていただきたいと思います。最初の曲はこちらです。きますよ。波間に熱く光るダイヤモンドの主役、勝利へ走れ、ララ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 。みんなで1時間楽しく
信じてるを歌わせていただきました。みんなで気合が入りましたね。気合が入りました。そして、今も回っているんですけども、ひろパパさん、そしてみどりちゃん、ミラーボールタワーありがとうございます。ナダルさんと私のコラボでミラーボールが回っちゃってるありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっと気合がものすごく私も入りました。で、クーボさん、スキップさん、トールさん、カミネンドさん、フェルメール・ゴダールさん、クーボさん、ジェリーさん、ありがとうございました。そしてノラチワワさん、タワー
ありがとうございます。ここにタワーがいます。ありがとうございます。ちっちゃくて可愛いタワーがここにありがとうございます。ドラチワワさん、ありがとうございます。私もチワワ大好きです。今私の家にいるチワワたちは寝てます。私が歌ってるこの下で寝てます。もうすぐ真下じゃないですけど、はい、私は今自分の部屋にいるので、はい、犬の部屋で寝ております。そして他にもなつさん、まこちゃん、ガンマさん、スキップさん、みなみてぃさん、まろはるさん、まめきちさん、みなさん、ありがとうございます。ん、そう、犬の部屋で、はい、寝てます。犬たちは寝てます。あ、そしてもやさん、ありがとうございます。ルーカー12さん、ありがとうございます。あー、ミラーボールでした。ありがとうございました。では、じゃあ、あ、べあやかちゃん、ありがとうございます。え、めいがいる？で、どこ？え、いない？なんかさ、ファンの人がさ、めいちゃんもありがとうって書いてるからさ、めいもいるのかな。あ、MW さん、ありがとうございます。あ、レイさん、ありがとうございます。え、いる？見逃しているかもしれない。いた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 、隠れ身の術ってきた。いた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 、いました、いました、いました、いたいたいた。私もちゃんと見つけました。よかった、見つけることができて。あ、魚、待って、魚をくれよさ。ありがとうございます。ちょっとこれやるってなんか毎回毎度毎度なんか変わっちゃう。魚をくれよの言い方が毎回変わっちゃいますね。ありがとうございます。じゃあ、では、じゃあ次また自主流の曲でいきましょうか。でも、うーん、いっぱいあるから迷っちゃうけど、どうしようかな。ちょっとね、私の好きな曲歌ってもいいですか。じゃあ、あ、危ない危ない、違う曲入れそうな、あれ、あ、当たった。じゃあちょっと私の好きな曲、ちょっといいよって、やった、ありがとうございます。じゃあ東京自主流さんの曲で、私好きな曲いきたいと思います。聴いてください。光よ、じゃんじゃん、テンション、もうここでもうめっちゃテンション上がります。みんなで光っていくよ。ずっと前からきっと魔法を知ってた、星が降るみたいに愛が溢れる、この場所から見える全部宝物だよ。どんな喜びでも打ち消せない、さよならもあった、だけど私が選んだ捨て後悔はしない。ねえ、全てがほら私をつく一つだって欠かせない気持ち、ここから始めよな、どれも新しい私で生まれたい、加速していく、この重ねてあなたと今素敵な夢が見たいの、くじけた夜も鳴り響くシンフォニー、息をしている、愛を重ねてあなたと今見つけたこの瞬間を命は輝いている。ミュージー、ここで光るよ。そして、こまひこさん、タワー、ありがとうございます。ミラーボール、お待ちます。夜は、きっとこの瞬間、思い出してね。あなたがいる、生きてること、宝物だよ。どんな悲しみすら、なくなる。
気持ち。ここからパンチが余談まで、もう新しいあなたで生まれよ。ここに来てる行動教えて、気持ちはきっと素敵な夢になるでしょう。くじけた夜を鳴り響くシンフォニー、あなただけのため愛を教えて、私は今見つけてくれた瞬間、支え続けて命は輝いている。ミュージック、ここで光るよ。ミラーボールタワーが回っちゃってる。ありがとうございます。これ自分で熱いでしょ、自分で受けちゃうんですけど、ありがとうございます。川島さん、わかるよ。だから私がミュージック、音符、音符です。これはポーズ、ぜひみんなも一緒に、はい、クラップして楽しんでいてね。光るよ、やっぱり好きです、私は。ああ心なんてなければいいなんて思う寂しい夜で、私を強くする歌がここにあるだけでいい。信じて加速していく、数を数えて、あなた今素敵な夢が見ている。くじけた夜を鳴り響くシンフォニー、生かしている、愛を数えて、あなた今見つけたこの瞬間を重ね続け、命は輝いている。ミュージック、ここで光るよ。私はちょっと変な愛の手入れがちなので、みんなは入れないように気をつけてください。私は変な愛の手入れがちです。ひがりよでした。メイがめちゃくちゃクラップ、これやってくれてますね。ありがとう。そして他にも皆さんたくさん、レナさん、ナンノさん、レナさん、ナンノさん、クーボさん、まこちゃん、勝田さん、スキップさん、ナラチワワさん、トールさん、お待ちください、ヨシリンさん、ひっくん、みどりちゃん、しゅんごさん、あー、みんなたくさんありがとうございますかな。はい、あ、次郎万次さん、空母さん、皆さんたくさんありがとうございます。あーさーちゃんもありがとうございます。そしてこまひこさん、ミラーボールタワーありがとうございました。回っちゃってる、ミラーボールタワーが回っちゃってる。ありがとうございました。あ、そして、こんなに、そんなにたくさんの方が見てくれてありがとうございます。わあ、いっぱいの方が見てくれていますね、嬉しいです。あ、初見さんもコメントしてくれてありがとうございます。東京女子流の山部美優です。東京女子流です、漢字で全部書きます。あ、もやさん、ありがとうございます。ん、あ、待って、あ、そしてスキップさんもタワーありがとうございます。忘れないようにカシャー。ありがとうございます。え、メイがいじってる、どこ入れがちがち、
あ、入れガチガチさっき私が噛んだやつだ。入れガチガチ、ちょっとガチガチ言いすぎましたじゃあ東京イズシリューの曲で、せっかくちょっと私が今ね気合を入れる、頑張っていつだって信じてると、みんなで気合を入れたい一曲と、私の好きな光をやったので、ぜひ東京イズシリューの曲で何か歌ってほしい曲ありますか、リクエストどうぞ。ちょっとある曲が限られちゃうので、そんなにね、なんかあごめんなかったっていうの結構あるかもしれないけど、ぜひよかったらリクエストどうぞ、待ってます。ボーンボーンボーン、なんかこうやってリズム取るよどんどん、あきっと、あいっぱい来てるけどきっと忘れない多いですね。あ、恋愛中でもういいからじゃーん、どっちもと、じゃあ今のところ来てるのはフェルメール・ゴダールさんとマコさんとベベ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 さんとなりくんさん、おにちゃんがリクエストしてくださってますね。きっと忘れない、きっと忘れない結構多い、その次に恋愛中毒が多いので、じゃあまず最初きっと忘れない行かせていただきたいと思います。あー私の指が入ってしまう、きっと忘れないはあった、さっき、では行きます。これは普段ソロで歌わないから本当にレアな一曲です。風に踊る花びらが空へ舞い上がる、眩しくて泣き顔みたいになるよ、胸に残る痛みなら気にしないけれど、あの夏がもう一度戻ればいいな。マリックミラボルトありがとうございます。伸ばしてくオレンジの夕日、笑い声子供に反射してたよ、今ではもう写真しか笑ってないけど、このままじゃどこへも動けないよ、どんなに平気なふりしていても、何かが僕の中で違うんだと叫び続ける、踊るよ、聞
あります。ライブではここはもうめちゃくちゃ踊ってる場所です。ここの音、ここのギター好き。なんか、なんか口では言えないけどめちゃくちゃ大好きなところです。きっと忘れないは不動の人気曲ですね。何度もそう何度も言いたくて言えなかった。大事なその言葉を今どうしても伝えたいから、いくよ。聞いた届くと信じてる、絶対大丈夫。君が描く夢なら変わらずに、ずっとそこにある、いつか近い場所で応援してるから。この次会う時は迷わずにちゃんと行けるはず。そしてラブルナさんもミラーボールがありがとうございます。回ってる出た妖怪変な奇妙な動きなんか細かい、やっぱ細かいかなめちゃくちゃ変な動きですはい、きっと忘れないわ。本当に歌詞もすごく素敵な東京女子流の一曲です。ぜひ今初めて聴いた人も後でオリジナル聴いてみてください。そして改めてリクエストしてくださった皆さんありがとうございます。そして、ミラーボールタワーなりくんさんありがとうございます。あ、なんか違うとこでスクショしちゃった、待ってね。なりくんさんありがとうございます。そしてラブルナさんもミラーボールタワーありがとうございます。ありがとうございます。回っちゃってるってありがとうございます。待ってね、忘れないようにスクショしたいけど、みんながいっぱいコメントしてくれるからありがとうございます。今ね頑張って遡っております。すごいね、みんなすごい、あの一緒に踊ってくれてるのが嬉しい。こう指の一本の指で踊ってくれててとっても嬉しいです。ありがとうございます。他にもランクさん、クーボさん、なりくん、マオさん、あ、マットさん、勝田さん、マコさん、エノさん、ナンノさん、みちゆきさん、マコちゃんさん、ベアヤカちゃん、クーボさん、ナオトさん、ノラチワワさん、マメキチさん、トールさん、みなさん、たくさん、あ、若竹さん、もう見逃しないかな、きっとないはずだと思います。皆さんたくさん、あ、うださん、たくさんありがとうございます。あと5秒しかない、いけありがとうございます。あ、レイさんもありがとうございます。勝田さん、牛さん、もやさん、ありがとうございます。じゃあ次、さっき切った、あ、ひろぱぱさん、としさん、ありがとうございます。さっきリクエスト妖怪回しやばい。でも私なんか妖怪みたいな、この配信でなんか妖怪みたいになってるけど大丈夫かなね、この1週間を通してなんか妖怪みたいなやつ来ちゃったじゃあ次、そう、もう残り30分、あー早い、今日は時計があるから見れるさっきこの次、きっと忘れないの次に多かった曲歌いたいと思います。待ってね、これもあるの見たからいける、いきます。これもリクエストがとっても多かった曲です。東京中のライブですごく人気な一曲です。聴いてください、恋愛中だ、とっても可愛い曲です。そうだね、今回のイベントでいろいろなネタが生まれましたね。なんかでも基本妖怪系、私モノマネすると妖怪系になっちゃうんですよね
星の隙間からこんにちは、こんばんは。はい、他にも皆さんたくさんね、なかなか曲歌ってる時は読めないんですけど、みそさん、うださん、けけけうけさん、フェルメールゴダールさん、なんのさん、ノラチワワさん、さぬきうどん大森さん、かみねんどさん、ひのさん、トールさん、700ミリリットルさん、マットさん、勝田さん、
久保さん、とお待ちくださいね。一旦ありがとうございます。そして、あ、ひっくん、おうすけさん、ありがとうございます。でも牛さん、マットさん、ミラーボールタワー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、えのさん、ありがとうございます。レナーさん、ありがとうございます。ミスタさん、ありがとうございます。まこちゃんさん、なおとさん、ありがとうございます。あ、ひろぱぱさん、つねりんさん、ありがとうございます。お、待ってねこの中で、私の中にあの潜んでた妖怪がたくさん出てきた。あー、かもしれないですねいや、ちょっと待って、初見さんが焼きそば好きですかって焼きそば好きです、好きです。あの、濃い味が好きなので、めちゃめちゃソース多めが大好きでーすソース多めが好きあ、待ってね。こんばんは、こんばんは、皆さんありがとうございます。じゃあ次、何か、もうちょっとで2000いくかな、いくかな。1500、もう約1600人の方が見てくれてありがとうございます。じゃあ次、リクエスト、まだ歌える、歌えます。ジュシリューさんの曲歌えますよ。今日お好み焼き食べましたね、夜。え、ソース超たっぷり、超たっぷりですあ、ひろぱぱさん、ありがとうございます。もう濃い味がめちゃくちゃ大好きなんですよ、私は。なんかもうひたすら濃い味で食べちゃいますね。うん、もうかかってるけど全然足りないって思って、めちゃくちゃ足しちゃう。うん、足しちゃいます。濃いめが好きです。加速度はなかったよ、なかった、なかった。ちょっとね、あのひまわり来てるんですけど、あのひまわりはあのもう一人で歌うたら、あのとんでもなことにこう重な、まあちょっとイヤホンが重なりみたいになってるから、あのなかなか大変ですね。ちょっとそう、ジュシリューの曲でも結構一人で歌うのは至難の業な曲とか、やっぱグループなので曲はありますね。せめて誰かもう一人いたらいいんですけど、ここにもう一人いたらちょっとね、超怖い怖い、お化けってことかなみたいになっちゃうから。加速度はなかったね。デイズはないです、残念。分身、私分身、こういう方なんかあるよね、あの分身みたいな。あ、いや、小さな奇跡はあったね、あったあったあった。家業はね、あのそもそもね、家がね、もう頑張ってしかない。あ、カウントスリーもあった小さな奇跡はありました。あったあったあった。ちょっと久しぶりかな、一人で歌うの。うん、小さな奇跡、花かっぱのエンディングになってた曲です。聴いてください、小さな奇跡。みそさん、バラありがとうございます。また妖怪、これ妖怪ってこと妖怪が出てきますね。初恋って来てる。初恋あったかな、見てみますね、初恋あったか。君に手渡された小さなこの花は、みゆちゃん、どこにしまったのか、すっかり忘れてたけど、みゆちゃん、何気なく開いた物語に挟まってた。目と目合った瞬間、何かが弾けた。
めちゃくちゃめちゃくちゃ踊ります。そして、ミスタさん、タワーありがとうございます。ミラーボールタワーが回っちゃってるめちゃくちゃ回っちゃってます。ありがとうございます。ヤマメも回れなんだかんだまだ届かなくてチリチリ立ちれたい。そんなこんなまま後に引けないよ、迷わない。これからほら全速力歩く未来へ向かって、君がくれた大切な言葉この胸にラストいくよ。そしてミスターさんもタワーありがとうございます。ミスターさん、まさきさん、ミラーボールタワーありがとうございます。急にエコーがなくなってしまいましたが、回っちゃってるありがとうございます。そして、ん、待ってね、クーボさん、ミラーボールタワーありがとうございます。虹がピューンってかかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見逃しないかな。そう、あのみんなたくさん打ってくれるからね、1000いっぱい見てくれて私はとても嬉しいです。ありがとうございます。あ、そしてだってね、ラブルナさんもミラーボールタワーありがとうございます。あの、あ、ちょっとカシャっていうのを忘れないように私が忘れないようにスクショをさせていただいています。ラブルナさん、クーボさん、あ、もう改めて見て本当に感じた、ありがとうございます。ありがとうございます。おう、あー、ちょ、おう、あラブルナさんタワー2回目に、ありがとうございます。ありがとうございます。スクショありがとうございます。ありがとうございますじゃあちょっとさっき言ってた初恋見てみますね。じゃあちょっとさ、ジュシリュウさん初恋、なんとありました。ただものすごく緊張します。めっちゃ緊張します。え、めちゃくちゃ緊張する。え、どうしよう、緊張するけど、でも やるって言ってから、そうだね、はい、入れろ、気合を入れろ、やばべー、このミラーボールに気合をもらって、あとこっから光を、はい、浴びて、はいはい、気合を入りました。じゃあ行きます。はい、では初恋聞いてください。え、めっちゃ緊張する。東京に恋をした、憧れが遠くて目がくらむわ、甘い匂いで見せて、ハイヒールの音で泣いて、思い知りたくはない、行き場のない体も忘れられたくなくて、ここに残らない全てのものを抱きしめてさよなら、甘くないこの心を錆びつかせたくなくて、今でも
東京に恋をした。嘘みたい眩しい、あれもこれもキスして踊ってずぶ濡れ、悲しくはないのよ誰もね、思い知りたくはない、行き場のない体も忘れられたくなくて、巡る季節ごと追いつきたいよ、夢で息をする、青くないこの心もさりつかせたくなくて、今でも夢見ていたい、この街が欲しい。りょうさんさん、ミラーボールタワーありがとうございます。夜から覚めて私たち誰になれるの、守るものなんてないのに、ざっとで名前も消える、手に入らなかったのは特別、行き場のない体も忘れられたくなくて、ここに残らない全てのものを抱きしめてさよなら、青くないこの心も錆びつかせたくなくて、今でも夢見ていたい、この街が欲しい、言えないことばかりが増えてゆくの、言いたいことばかりで壊してよ、ね、いつの私見つめて懐かしく思えば気が済むの今、謎に最後ドヤ顔しちゃった。めっちゃ緊張した。はい、東急寺主流の曲で初恋を歌わせていただきました。そしてりょうさんさん、ミラーボールタワーありがとうございます。ミラーボールがりょうさんさんのパワーで回っちゃってるありがとうございますありがとうございます。あ、そしてまいさん、まいさんも、あ、ちょっとお待ちくださいね。ミラーボールタワーありがとうございます。こちらも、お待ちくださいね。あ、流れていく流れていく。はい、まいさんもミラーボールタワー回っちゃってる、ありがとうございますありがとうございます。あ、めちゃくちゃ緊張した。しかもなんかいつも教えて今とかやっぱそういうとことかもやったりするけど、今回は一人だからなんかないのもすごく新鮮、新鮮初恋でした。新鮮初恋新鮮な初恋、はい、でしたね。いや、もうイベントもあと7分で終わってしまいます。早い、めっちゃあっという間、あっという間に終わっちゃう。どうしよう、早いね。そして2000人、私のところまだねあと30人で2000人なんですけど、2000人、わあ、行った行ったんだ。2000人の人が、あ、本当だ、見てくれてありがとうございます。東急寺主流の山見美恵です。こういった8888パチ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 、しかもここに私のいっぱい、あの私が描いたあのアバターたちがいっぱいいます。ありがとうございます。ジャスト2000、ぴったりぴったり、すごすぎる。ぴったりあんま見たことないから。そしてみーそーさん、エンジェルくまちゃん、ありがとうございます。ここにくまちゃんがいっぱいいました。ありがとうございます。みーそーさん、ありがとうございます。エンジェルパタ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 。じゃあ最後、やっぱ樹脂流さんの曲で、今はちょっとしっとりとしちゃったから楽しい曲で締めましょう。最後ラスト1曲ですね。ラスト1曲、東京樹脂流さんの楽しい曲はなんだろうな。でも
ちょっと限られてしまっているのでダメ。じゃあこの曲にしよう、この曲にしよう、決めました。ちょっと私が決めさせていただいたんですけど、あ、勝田さん虹タワーありがとうございます。シューンってありがとうございます。勝田さんありがとうございます。シュキシュキタワーありがとうございますありがとうございます。勝田さんありがとうございます。ではパリッとの曲でいつも応援してくださってる皆さんありがとうございます。はい、この曲を聴いてみんなで幸せな時間にしましょう。春咲く季節に弾けるつぼみ、眩しさに背伸びをして、同じ気持ちでいつレインボー
ください。キラーン。ということでちょうど曲とともに、はい、イベントも終わりました。すごい曲とぴったりだった。曲が終わってちょうどピッてイベントも終わりました。はい、ということでイベントすごい、すごいぴったりすぎる。そして待って改めてスクショしたんですけど、待ってね、トシさん最後あのレインボータワーありがとうございます。そしてマットさんもありがとうございます。待って、でもねちゃんとねスクショしてるから大丈夫。私のあの私あんまり記憶力がちょっと良くないからちゃんとそうスクショ、あー助かる、スクショって助かる。ちょっと待ってね、もう一回スクショをさせていただきたいと思います。どこだろう、ちょっと待ってくださいね。お、あ、でも OK 大丈夫。はい、皆さんイベント終わりました。あー、ありがとうございます。スクショに気が利そう、スクショしとけばいつでも見返せるから、そうそうそう、いや本当にありがとうございました。はい、イベントが1週間イベントをさせていただいたんですけど、それが本日たった今1分前に終了いたしました。うわ皆さんありがとうございました。本当に本当に一緒にね、この7日間走り抜けてくださって本当にありがとうございます。みんなのおかげでとっても楽しいすっごく楽しい、はい、この配信期間だったんですけど、やばい、あと10秒でミラーボールが、ミラーボールが回っちゃってる、イエーイ、ブブーありがとうございましたありがとうございます。いやいや本当に本当にすごくね、なんかこの期間は生で皆さんに特典会とかでお会いする機会イベントが始まる前に特典会でお会いする時もあったり、あと昨日今日は特典会、こちらも写真集の特典会だったんですけど、直接皆さんとお会いする時とかがあって、そういう時にこれからイベント頑張ってねとか、イベント中もそう始まる前にこれから明日からのイベント頑張ってねって声をかけてくださったり、昨日今日とかもファンの皆さんが頑張ってやべ頑張ってってそう声をかけてくれたりしたのがすごく嬉しかったし、なんかその言葉だけでなんかすごく頑張れたので本当にありがとうございます。なかなかねイベントとかには来れなかった皆さんとかはこうやって配信のコメントだったりツイッターとかファンルームとかで頑張ってとか、やっぱそういう言葉をかけてくださって本当にありがとうございました。いや私はみんなとね、なんか今まで結構イベントに何回かチャレンジ参加させていただいていて、どの配信もやっぱすごく楽しかったけど、なんかやっぱちょっと緊張とかもやっぱするんですよやっぱ緊張はなんかすごくするんですけど、今回も緊張はなんかしてたけど、なんかすごくいい緊張感を持ちながら、なんかすごくみんなとなんか今まで以上になんかすごく楽しんで配信ができたのがすごく私はとっても嬉しかったです。皆さん本当に本当に一緒に走り抜けてくれてありがとうございます。なかなかねこのイベントの時とかこの最終日の配信の時とか、なかなか皆さんの名前とかもね呼べなかったり、そう結構歌っちゃってたりとかもしたから、コメントだったりとかお名前とかもあんまり呼べてねなかったかもしれないんですけど、ちゃんと目は通しているので、はい、みんなのお名前とかはちゃんと私の目に映っておりますありがとうございます。あでもみんなも、みんな優しすぎる、ありがとうございます。みんなで駆け抜けたよね、うん、みんなで駆け抜けました、本当にめっちゃ楽しかった、ありがとうございます。
なんかすごい新しい、なんか新しい私を見てもらえたかなと思う、この配信で。ちょっと妖怪だったり妖怪のね、自分もなんかそんなね、なんかまあなんかちょっと変なね、モノマネとかした時、普段はそんなことないですよ、多分普段は多分そんなことないと思うけど、モノマネした時になんか新たに出たちょっとなんか妖怪みたいなのだったりとかね、をみんなに見せれて、はい、良かったです楽しんでもらえて、はい、私はなんかみんなが笑って楽しい、わらわらみたいな、やっぱそういうので生きてるのがやっぱすごくなんか励みになるので、うん、みんなが楽しんでくれてんだなと思うと、私も自信を持って配信をこうやってできるからすごく嬉しいです、ありがとうございます。変な動きは、そうですね、変な動きはでも私は前から変な動きするなっていう自覚はありました自覚あったんかーいいや、なんかとっさに言われた時とか、どうしてもかっこいい動きができなくて、なんか奇妙な動きをこうやってなんか細かいのかな、めっちゃしちゃうんですけどね、本当にありがとうございます。いやーすごい、はあ、なんかあもう終わってしまったのかっていう、なんか あっという間な1週間、あっという間でした。だから多分しばらくはこうやって毎日配信してたから、多分しばらくはね、なんかこのなんかみんなと過ごす、配信で過ごすのもなんか過ごしたくなっちゃう、そう、過ごしたくなっちゃうから、多分しばらくは配信を結構するんじゃないかなって思いますね。なんか来週とかは自主流としてはさ、こうイベント、直接会えるイベント系は来週はないじゃないですか。だから配信たくさんきっと私はしちゃうんだろうなって思うんですけど、見て いただけたら、付き合っていただけたら嬉しいなって思います。本当に皆さんたくさんありがとうございます。本当にこのギフトのところも時間が経つとちょっと流れていっちゃうので、今出てる方の分しか読み上げることはちょっとできないんですけど、改めてゆしりんさん、ならちわわさん、なんのさん、すうかわさん、まこちゃん、かつたかつたかつたさん、ぎゅうさん、とおるさん、さぬきうどん大森さん、やのてぃさん、おうすけさん、桜石さん、まいさん、スキップさん、ありがとうございます。そう、ちょっと流れていっちゃうので20ぐらいしか見れないのでごめんなさい。もうこれ、じゃあちょっとせっかくなので、この後は22時半から配信がある、チキチャがあるんですけど、それまではいけるから、ちょっと待って、せっかくなのでちょっと100位から名前、いつもね、いつも10位からなんですけど、せっかくなら100位から順番にお名前だけ呼ばさせていただきたいと思います。この配信の100位なんですけど、MW さん、ありがとうございます。99位アスターミミックスさん、ありがとうございます。あー消えてしもうた。98位野菜の乙女座さん、ありがとうございます。97位セリトモさん、ありがとうございます。96位ロリリーベさん、ありがとうございます。95位ミトちゃん、ありがとうございます。94位スキップミーちゃんの母さん、ありがとうございます。93位コイルさん、ありがとうございます。92位ルイーチさん、ありがとうございます。91位ババさんさん、ありがとうございます。90位サトリーダンさん、ありがとうございます。89位森さん、ありがとうございます。88位サエさん、ありがとうございます。87位イサさん、ありがとうございます。86位マサさん、ありがとうございます。85位ひろゆきさん、ありがとうございます。84位けんちゃん、ありがとうございます。83位もたもたさん、ありがとうございます。82位千人さん、ありがとうございます。81位あいうえおさん、ありがとうございます。80位マスターさん、ありがとうございます。
そして79位庄司の明治屋さん、ありがとうございます。78位、さっき79位って言いました、89位って言って聞くかもしれない、79位が庄司の明治屋さんです。78位、わんぱく相撲大田区3位さん、ありがとうございます。77位、てるさん、ありがとうございます。76位、もっくもくさん、ありがとうございます。75位、肉絵さん、ありがとうございます。74位、ももさん、ありがとうございます。73位、ももさん、ありがとうございます。72位、ゆうきさん、ありがとうございます。71位、ガンマさん、ありがとうございます。70位、ゆゆゆさん、ありがとうございます。そして69位、あいむぎさん、ありがとうございます。68位、桜井さん、ありがとうございます。67位、アティルさん、ありがとうございます。66位、ベルセブンさん、ありがとうございます。65位、マサ2000さん、ありがとうございます。64位、フェルメール・ゴダールさん、ありがとうございます。63位、メロメロさん、ありがとうございます。62位、ふうみひこさん、ありがとうございます。そして61位、ヒロさん、ありがとうございます。60位、カミヌンドさん、ありがとうございます。続いて59位、自動改札さん、ありがとうございます。58位、エトピリカさん、ありがとうございます。57位、魚をくれよさん、ありがとうございます。56位、ロクさん、ありがとうございます。55位、ジローマンジさん、ありがとうございます。54位、ナツさん、ありがとうございます。53位、ケケケウケさん、ありがとうございます。52位、ナツミさん、ありがとうございます。51位、ミナミティンさん、ありがとうございます。50位、大助さん、ありがとうございます。続いて49位、あさちゃん、ありがとうございます。48位、えのさん、ありがとうございます。47位、しゅんごさん、ありがとうございます。46位、ともんちょっぺさん、ありがとうございます。45位、けいちゃん、ありがとうございます。44位、さぬきうどん大森さん、ありがとうございます。43位、もやさん、ありがとうございます。42位、べあやかちゃん、ありがとうございます。41位、まろはるさん、ありがとうございます。40位、あねみさん、ありがとうございます。続いて39位、まろ、あ、まるさん、ありがとうございます。な、38位、まこさん、ありがとうございます。80、あ、もう、そうそうそう、もうめっちゃ戻っちゃった。37位、若竹さん、ありがとうございます。36位、れいさん、ありがとうございます。35位、すけさん、ありがとうございます。34位、べべべべべべべさん、ありがとうございます。33位、まめきちさん、ありがとうございます。32位、やなてぃさん、ありがとうございます。31位、お刺身ストリートさん、ありがとうございます。30位、つねりんさん、ありがとうございます。続いて29位はまこちゃん、ありがとうございます。28位、700ミリリットルさん、ありがとうございます。27位、よしりんさん、ありがとうございます。26位、ひっくん、ありがとうございます。25位、リバーコムさん、ありがとうございます。24位、トールさん、ありがとうございます。23位、レナさん、ありがとうございます。22位、みちゆきさん、ありがとうございます。21位、まえさん、タワー、ありがとうございます。そして20位、うださん、ありがとうございます。そして19位、なんのさん、ありがとうございます。18位、としさん、ありがとうございます。ちょっと待って、スクショしとこう。そして17位、お兄ちゃん、ありがとうございます。16位、牛さん、ありがとうございます。15位、りょうさん、ありがとうございます。14位、ランクさん、ありがとうございます。13位、こまひこさん、ありがとうございます。12位、ミストさん、ありがとうございます。11位、なりまるさん、ありがとうございます。そして次から10位いきたいと思います。10位、ひろばばさん、ありがとうございます。山部美優ちゃんを応援しています。ありがとうございます、ありがとうございます。10位、ついに10位まで来ました。そして9位は久保さん、ありがとうございます。イベントお疲れ様でした、ありがとうございました。そして8位、野良千葉和さん、ありがとうございます。ありがとうございました。そして
第7位、みどりちゃん、ありがとうございます。今日も明日もずっと可愛い。ありがとうございますありがとうございます嬉しい。そして6位、勝田さん、ありがとうございます。毎日工夫して楽しい配信をしてくれてありがとう。山部さんに感謝します。いえいえ、こちらこそ、見てくださって毎日本当にありがとうございました。たくさんの応援本当にありがとうございました。シキシキそして第5位はスキップさん、ありがとうございます。カバ、私が書いたカバをね、ずっとこのアイコンにしてくれてありがとうございます。そして第4位、ラブルナさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。最高だ、あ、ちょっと待ってね、最高だ、大感謝祭大感謝祭、こちらこそ大感謝祭です。本当にありがとうございます。そして第3位はまさきさん、ありがとうございます。イベントお疲れ様、ありがとう。こんな素敵な人をみんな一緒に応援できて最高に幸せな1週間でした。こちらこそ、そんなこと言っていただけてすごく嬉しいです。1週間本当にありがとうございました。毎日ありがとうございます。そして第2位はみそさん、ありがとうございます。毎回配信楽しすぎた、ベイさんの企画めっちゃ面白かったよ。魚をくれよ、めっちゃツボでした、ありがとうございます。魚をくれよ魚、妖怪、妖怪魚をくれよ、またいつかご登場するかもしれません。いつか、またいつの日か妖怪が現れることを願ってそして第1位はマットさん、ありがとうございます。このイベントお疲れ様、ベイさんとアストライトの皆さんのおかげでめちゃめちゃ楽しかったよ。いっぱいありがとう。こちらこそいっぱいいっぱい、本当にマットさん、たくさんありがとうございましたね。あのイベントとかにも足を運んでくれて本当にありがとうございました。他にもね、あのランキングには入ってないけど、こんなにもたくさんの人が見てくれてね、あの応援してくださって本当に本当にありがとうございました。とっても楽しい1週間に私もなりました。みんなにとってもね、この1週間がすごく楽しいものであったらすごく嬉しいなって私は思います。ありがとうございます。ではなんかこうね、めちゃくちゃ名残惜しいというかね、イベント終わりの配信切るのはなんかいつもあー寂しいなー、なかなかちょっと切るタイミングがあー切れないなーって思っちゃうんですけど、いつもでもね、あのそれをしてたら多分もう一生切れないまま終わってしまうので、で一生切れなくなっちゃうから、そう、始まりがあればいつか終わりがあるようにね、そう、もう切らなきゃいけないから、これは寂しいけど、寂しいからみんなで一緒に切りましょう。一緒に行こう。そうだね、あの多分寂しいから私もあのこれから数日間は毎日配信もするからはい、毎日配信ね、あのするので、またね、明日とかも見ていただけたら嬉しいなって思います。はい、本当にあのいっぱいたくさんの応援をありがとうございました。じゃあ私があのみんなありがとう、せーの、おやすみゆーっていうので、おやすみゆー、うん、プチッって、みんなはバズボタンとかあるのかな、視聴終了ボタンがあると思う、あるのかな。私はライブ終了ボタンがあるからそれを押しますね。じゃあみんな準備 OK ですか？ OK だったら、私もお別れしたくないよ、お別れしたくないけど、そうかね、寂しくなっちゃうね。うん、わかる、めちゃくちゃ気持ちわかります。あ、戻るボタンを押していただいて、はい、じゃあみんな本当にね、あのこの1週間いっぱいあの応援してくれて、はい、あの私の配信をたくさん見てくれて、あのツイッターとかでもみんなが星投げのタイミングとか呼びかけてくださってるのを見てました。本当にありがとうございました。いっぱいありがとうございます。では、はい、みんなまた明日配信でお会いできるのみんなとお会いできるのを楽しみにしています。では本当にこの1週間たくさんの応援を本当に本当にありがとうございました。では行きますよ、皆さん、せーの、おやすみゆー、うーん。